陰キャをバカにしたら、プロ格闘家だった。いったくそちくそやめときなよ彼は柔道部だよ僕も武道を極めてるから、ボコってやるえ武道を何のカルテド道？スマブラおー任ニンテンドークッパジュニアみたいな顔して、彼の得意技は、大内狩りらしいよ大ガガリガリが僕に勝てるかよおーよ。大口デブ重量級の力見せてやれおいタイマー勝てるかな 僕のピクミンたちに。持給走で一緒に走る約束したのに。マジでマラソン大会嫌だわ。来た僕のターンだ長距離走でも無双する気今年は応援ソングに専念するよオーフ独走。無双する気じゃん君は僕のお尻でも追いかけてきなよは僕、長距離は得意なタイプの陰キャだよ。だから追いかけてきなよ<え>周回遅れの僕のお尻オーフビリケツもうさ、一緒に適当に走らない待って 天才じゃんよーい、ドンミスコンで、無双するインキャ。やばい学校内ミスターコンに、出ることになったえ、すごいあの、格好さ差がそうですよねいや、北高ミスター、薄毛ガネコンテストおーできるやつ <laughs> 優勝確定じゃんライバルとかいんのうん校長先生おーボスキャラ <laughs> なんで先生も応募したんだろうねお姉ちゃんに、勝手に書類出されたんだっておージャニーズのやつ <laughs> よし、校長に、先生布告に行こう。うん、行ってくる校長先生させませんからね !9 連パワー美容室に行って、生きるインキャ。ねえ、陽気に、薄毛くるくるって言われた。君は、薄毛なんじゃなくて、天然パーマのだけだよね。いや、どっからどう見ても、オシャレパーマでしょ。天然パーカー。<laughs> 二つの意味で頭くるくるパーだね。ちゃんと見てほしいよね。完全にこれ。 菅田まさきに寄せてんじゃん。お菅田将暉。まさき。髪の毛にさよならエレジー。有名人に憧れてんだ。うん。俳優の斉藤とか。斉藤匠いや、斉藤さんだぞ。おトレンディー俳優。お兄さんトレンディーだね。うん、トレンディーエンジェル。は陰キャのクリボッチ会議方法。今日クリスマスだね。そうだね。この時期はイベントが多くて忙しいね。なんか予定あるの今のところ。うん。 白紙。ホップホワイトクリスマス。真っ白かよ。僕、女子に、プレゼントあげるよ。え僕も、何あげるの4度 c 僕の方が上だ。はあ四 4°C 舐めんだし。何あげるの僕自身。もップ三十 37°C。くそ、負けた。あ、あの子じゃん。行ってこいよ。いや、ちょ、っと、えこのクリスマスチキンめ。 喧嘩で上下関係ができる陰キャ。やめろよ勘違い陰キャ。黙れよ白シャツメガネが。切れさせたな僕は。なんだよ。来いよ。もう終わってるよ。もしかして先に何か仕掛けたの担任にチクったから。オーフ、先制攻撃。陰キャラ特有のやつじゃん。僕なんて親のお酒勝手に飲んだよ。陽キャでしょ。僕なんて勝手に女子の水筒飲んでるよ。オーフ、乾杯。この陰キャラめ。おい、飲めるなら家来いよ。 僕らあれだよね。今日、ジョジョの6部見ないとね。ね。陰キュだと思ったら、スポーツ万能だった。僕、陸上部に入って、モテモテになるんだ。え君は迷わず自宅に直行の帰宅部だろ。誰が帰宅部だ放課後は迷わず唐揚げ屋だ。おぉ、絶対迷ってる。<laughs> デブじゃねえか。え唐揚げって、鶏肉だよ。だから何部活に関係ないじゃん。<laughs> 鶏肉食べれたら、誰でも。 ムキムキだよおームチムチだー。じゃあ陸上部の力、拝見者。ギブ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 。陰キャすぎる五条悟なんで五条悟るみたいな格好してるの実は僕、呪術使えることに気づいて。え、マジでなんで気づいたのどんなにクラスが盛り上がってても、僕が教室に入ると空気が冷たくなるんだ。おぉ、領域展開。この五条悟るは嫌われてること悟ってないな でも、呪いと戦ってるとかすごいな。怪我とかないのそれが、僕の体にも超常現象が起きてるんだよね。超常現象って何もしてないのに、髪の毛が減ってるんだ。ほー超常現象。<laughs> どんどん頭皮という領域が展開していってるか。この歳でこの減り方はおかしいよ。敵の攻撃かな。攻撃って、ちょっと待って、この髪の毛、すでに死んでるナンパ師だった、陰キャ。やばいナンパしちゃったえ もう試者購入したらチャラじゃんで、どうだったスマホで QR 送ってって言ったら、重すぎて無理って言われた。重すぎて通信制限か。いや、僕の体重がおおっ、<laughs> 容量オーバー。90キロギガだもんね。じゃあダメだったんだ。1回戦でも諦めないよさすが !2 回戦の結果は即答で無理おおっ、<laughs> 光回線 <laughs> 繋がりにくさナンバーワン他の項目どいたけど、みんな。 ラインしてないんだって。<laughs> 遅れてる。裏ではヤンキキーよりも強いいと言い張る陰キャクラスの生きりうぜえわ。何かとこづいてくるし。僕みたいに憲法で身を守れば。何それ少林家じゃあ。 こうされたら。やめてください僕もギり人間なんです基本的人権 <laughs> 日本国憲法じゃ僕でも使えるよ、その憲法。どこらそんな英才教育を義務教育日中だよでもこれで、一気にビビらないで済むねもう、こっちから行っちゃおうかな。投稿拒否する陰キャ。おい、学校サボってゲーム学校の恋愛は全クリしたからもういいえ、チもクり出したのうん。<laughs> 妄想では、ホープチュートリアル、シミュレーションじゃん、とか言って、妖怪を攻略できないから、不登校なってんだろ。いや、妖怪とか倒したし、<え>あいつら、僕の顔見るだけで、楽しくなくなるらしい。ホープ HP0、顔面狂気じゃん。部活くらい行こうよ。僕、帰宅部。同コンでキスする陰キャ。山手線ゲーム大会開いちゃおうかな。お題を一つ決めて、その単語を順番に言っていく連想ゲームだよね。 お題は駅のお名前いや、僕のいいところ。おー即終点。<laughs> 無人駅じゃん。お題を食べ物とかにすればうん。例えば、船虫とかだ。おー実家ってトラポット <laughs> 試しに二人でやってみようよ。じゃあ、僕に勝てたら、ご褒美は僕の中ねえ。勝てたら勝てたら中なのお題は、駅の名前ね。はい、せーの。唐揚げ。陰キャかと思ったら、実は悪だった。 ねえ、親の年収と子供の年収って比例するらしい。マジかびっくり僕なんちお金持ちじゃないし、ショックだよね。ショックじゃないよパパ、ニートだし。オーフ、ノーショック <laughs> 無職って大丈夫元気ないね。一生ニートって考えると、ワクワクしないんだって。オフ、ワクワクしろよていうか君、まだパパ呼びかよ。僕なんて、お母さんと喧嘩した時、パパだって僕だって切れた時の呼び方は、パパだわ 親ガチャ大外れの陰キャ。お母さん、親ガチャって言葉知ってる知ってるよ。親をガチャに誘えるのよね。うちの場合は、小ガチャね。小ガチャだと僕は、大当たりのスーパーレアだよね。どうだろう。あんたはパパの、連れ子だからね。おお、ログインボーナス知らなかった、ひどい。お母さんなんて、レア度い、e、いだ。誰がいいですって最近シリコンで F にランクアップしたわよ。おマストアップ。 課金ユーザーじゃん。こんなお母さんやだよ。おい、調子乗ってると、リセマラするぞ。思わぬ方法で、ヤンキーに復讐するインキャ。ねえ、クロスのヤンキーに復讐しない我慢の限界だよね。でもどうやって携帯使って、悪口書くとか。iPhone 使って遠距離戦？いや僕、ガラケー。ホッ赤外線。<laughs> なんか賛せガラケーでネットに、悪口投稿してやる。天才解放、長文でディスローや。うん。まぬけ。 どこオープ 3G <laughs>。電波も悪口も弱えー。でもこの投稿で僕らの全フォロワーが味方になるよ。え味方が3人も増えるの